こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今回は減量中におすすめの脂質減3選についてお話しさせていただきます。Bレジェンドではお得な情報を LINE 配信しております。興味のある方は概要欄からチェックお願いいたします。今回は減量中におすすめの脂質減3選という形でお話しさせていただくんですけれども、まあ私自身ですね、まあ最近コンテストにも出まして、まあ減量をしておりました。まあ脂質においては、まあ前回の動画等でもお話しさせていただいたんですけれども、どうしても減量ダイエット中っていうのが脂質を気にするがあまりに少なくしがちの栄養素になってしまいます。まあ、ですので、まあ、普段から脂質量をですね取りすぎないっていうことはもちろん大事なんですけれども、逆に少なくなりすぎないようにするっていうところも減量をうまくしていくためには重要なことになりますので、まあ、今回はですね私が実際に食べていた脂質を3つ紹介させていただきたいと思います。まあ、あくまでもですね、私個人的な好み等もありますので、そういったところも踏まえて、参考にしていただければと思います。それでは、まず1つ目、鮭になります。まあ、鮭なんですけれども、まあ、非常にタンパク源も豊富で、まあ、100g あたりタンパク源が 22g 程度含まれてまして、脂質っていうものですね、ものによっては違ってくるんですけど、通常のまあ鮭であれば脂質量 100g で、まあ、4g から 5g 程度のまあ脂質が含まれています。まあ食べ方なんですけれども、おにぎりにもそのまま入れたりですね、コンビニとかでも鮭おにぎりっていうのはよく買いますし、焼き魚として食べることもありますし、お刺身とかですね、お寿司も好きなんで、まあ、減量中でも結構お寿司を中心に食べたりとかですね、でちょっと脂の多いですねハラミなどもまあ積極的に摂るようにしています。鮭だけに限らず魚っていうのはどの種類も食べるんですけれども、特にまあ魚に含まれる EPA、DHA等の、まあ、必須脂肪酸っていう脂肪酸が多く含まれているので、お魚全般の脂質っていうのは非常におすすめです。2つ目、卵になります。卵はですね完全栄養食とも言われてまして、まあ、食物繊維、ビタミン C、まあ、以外の、まあビタミン、ミネラルっていうのはほとんど含まれてますので、非常に栄養価が高い、食品になります。1個あたりに含まれる、まあ、タンパク質も豊富で 7g 程度ですね。脂質もですね特に卵黄に多く含まれるんですけれども 6g 程度1個で摂取することができます。なんといってもですね手軽にどんな料理でも使えるっていうところが、まあ、おすすめのポイントなんですけれども、まあ、私でしたら1日2個から4個程度、まあ、卵を食べています。食べ方は、まあ、ゆで卵が手軽にですね、まあ、手も汚さずに食べれるっていう点でゆで卵が多いんですけど、目玉焼きにしたりとかお肉とかとまあ一緒に使用したり、もちろんあのご飯とですねあえてちょっとチャーハンみたいにしたりして、まあ、摂取することもあります。最後にですね3つ目、 MCT オイルになります。耳にされた方もおられると思うんですけれども、まあ、脂肪酸の中で、まあ、オリーブオイルなどは長鎖脂肪酸っていう形になるんですけれども、この MCT オイルっていうのは中鎖脂肪酸っていう種類になりまして、その長鎖脂肪酸よりも分子の数がまあ約半分の脂肪酸の種類になります。通常のまあ長鎖脂肪酸であれば脂肪をですね、まあ、小腸で分解した後にリンパ管や血管から、まあ、細胞内に運ばれていくっていう流れなんですけれども、この中鎖脂肪酸っていうのは小腸で分解された後門脈っていうのを通って、まあ、肝臓に運ばれて分解されるっていうような流れになります。ですので摂取してからですね消化分解吸収の速度が速いっていう特徴があります。ということは摂取してですね素早くエネルギーになりやすい脂肪の種類っていう形になります。長鎖脂肪酸の分解の、まあ、速さなんですけど、長鎖脂肪酸の、まあ、4倍ほどあると言われてますので、まあ、減量中は私はよく利用しています。摂取の仕方なんですけれども、まあ、熱に弱いという性質もあるので、そのまま、まあ、コーヒーなどに入れて、飲んだり、お味噌汁やスープなどに入れて、まあ、飲んだり、しています。
個人差はあると思うんですけれども、味に癖がないところも特徴なので、まあ、どんな食品にも、合わすことができるっていうところがいいところになるんですけれども、特にまあ減量中よく、まあ、鶏の胸肉だったりささみ肉であったり脂の少ないお肉を摂取することが多いんですけれども、そういったものにあえてオイルをかけて食べたりしています。一つ注意点なんですけれども、まあ、一度に多く食べ過ぎると、まあ、お腹を下しやすくなるとも言われているので、体調に合わせながら摂取していただけるといいかと思います。まあ、ぜひですね、皆さんも今回の動画を参考にしていただいて、減量中でも脂質をしっかり摂取するように意識してみていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品やお得なセール情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。